はい、どうも、シュウデビです。ヒロトでーす。お願いします。さあ、マネージャー、はい、本日はあのディオさんの YouTube の方にも上がってましたディオのオーダーがゲストで、はい、ました。改めて紹介するんですけど、はい、ディオというあの野球メーカーがありまして、めちゃめちゃお世話になってる、メーカーさんであります。はい、そこからね、オーダーが届きまして、嬉しい。いつだっけ、あれ今年の初めぐらいかな、復帰して買ったらってことで、まあ、買ってまあ、オーダーやさせてもらって解いたんですけど、これあの僕あのスラッガーのシミュレーションで作らせてもらって、それをまあ送ってこういう感じでっていうことでやってもらったんですけど、超やっぱこの大きさ、広さ、広さかな、広さがやっぱすごくて、これ L7 であの一応こう作らせてもらってはいやったんですけど、大きい、とにかく大きい。まあ一応あのサード守る気でいたんで、これでまあ取ってから早くできるしっていう点もあるんで、そうこれでいいですか。いいですね。あ、藤川さんが好きなやつですよね。そうそうですね、あのブラザー TV の藤川さん大好きなやつ。なんで俺の持ってるんですかって言われたけどまあカラーはまああのキャメルとブラックとで、ステッチが赤に、はい、なってまして、紐は赤。ディオブラウンっていうのかな。え、ディオブラウンっていうのかな。ディオブラウンっていうのこれじゃなかったっけ、確かちょっとわかんない。メーカーにもやって多分、まあまあまあ、カラーの色もあるんで。なるほどね。はい、ではこのヒンジがないですよ。ヒンジ抜いてますね、でこの指股がありっていうことで、ちょっと広く使えて、あの本当に掴んだら離さないっていうそういうグローブになってます。いいね、はい、テンプレ化してんじゃねえかよ。あげちゃう。いやいや、でもで、あの親指のところにね、こう入って指こうシルエットが、はい、ちゃんとやってくれてました。え、できるんだと思って、やばい、びっくりしました。すごいちっちゃいのにさ、ちっちゃいのにここまでやってくるのすごくね、素晴らしくないですか、この技術。すごいね、内野手用のグローブにピッチャーのフォームが。そうそうそう、かっこいいのよ。わあ、なんかすごいかっこいい。そうで、まだまだあります、この小指、アイラブイルマと、まあ、やっぱイルマを代表としてね、やってます、野球 YouTuber 翔平 TV ということで、はい、入れさせてもらいました、アイラブイルマということで、まあ、イルマでね、やっぱこう撮影すること多いですし、まあ、ディオさんもイルマに来て撮影してもらってますし、そうイルマとディオさんと翔平 TV がすごくこう3つのこう絆がありますんで、イルマ入れさせてもらいました。はい、はい、切ってるよ、はい、イルマ。自分はこれウィルソンの型、87型で作ってもらいました。まあ、いろんな説明とかは多分片付けの時にしてるあるんですけど、刺繍とかはここに食べ放題大好きヒロトと入ってます。やっぱ食べるんで、自分やっぱ食べ放題大好きなんで、まあ、入れちゃえと、まあ、そこはディオさんにいつもね、はい、お世話になってるということで、はい、はい、で、こっちショーヘイズと入ってます。やっぱ活躍したいんで、ショーヘイズでまあ、気合として入れました。はい。カラーは、カラーは何カラー。カラー水色です。見りゃ分かるよ、水色って。まあ、日向なんで水色かって聞いてんの。あ、それをやっぱり、あそれやっぱりって、それやっぱり、やっぱ日向坂が好きなんで水色にしました。そうなの。はい、じゃあ空色だよ。空色っすね。日向じゃねえじゃん、オレンジじゃないじゃん。もう空色なんすよ。空色坂カラー。じゃあ日向坂カラー。なんなんそれ、分かんねえそれ。いいじゃないですか。ライブ行け、早く当たんねえだろ。当たんない。はい、しろよ、早くしろ。はい、と、はい、いうことで、はい、本体カラーがキャメル使っています。親指の掛け紐と小指の掛け紐がグレーとなっています。片付けは、片付けは動画上がってますので、ぜひそちらの方を見てください。概要欄にリンク貼っときます。お願いいたします。はい、というわけでこれで一回ノックしましょう。初めてですよ。初めてです。はい、やっていきましょう。そうだね、キャッチボールより前にノックするっていう。そうだね。もう片付けてあるんでね。もうパカパカっすよ。パカパカっすよ。はい、行きましょう。はい、ゴー。よいしょ。お願いします。はい、イエーイ、シャキシャー。ちょっとやっぱ OK! OK! イエーイ！大にタッチ行け。よいしょ。おい、おい、タッチ。俺もそんなよ、お前。イエーイ！おっ、あー、そっけーわ。お前いつもそこじゃねえか、この野郎。最後、お、来た、来たー。あの撮影に支障が出るのでやめていただけないでしょうか。
してるわ。もいちょもいちょ肉もいちょ。はい、肉しっかり肉。肉肉厚肉厚。炭火焼き。どんどん。オーケー、よっしゃい。よっしゃー。釣り場声出すぎてちょっと息が上がってますけどもいや取りやすいわこれ、やっぱ安心感が大きいから。いやでかい、2つもでかいしね。やっぱこれも大きくないね。これマジでか、ほら、まあ、こっちは横に広いっていうか、ほんとこれ食べ放題のあのね、なんで食べ物に合わせんのリオさんからもすぐ食べ物に合わせんのご飯がいっぱい入りそうじゃない。ハンバーグも何個か入る。あんま入んねえだろ、ほらちょっと限界あるのよ。ちょっと縦に長いから。これ結構入るよ、ほら。それ横にでかいから。ね、いっぱい入るあのグループになってます。器じゃないから。食べ物がいっぱい入る。丼とかいけるね、これね。丼いけるわ。特盛り？ぜひ、カイト君に渡してね。カイト、食べようぜ。町田商店行こうぜ。いや、町田喜ぶから。町田で餃子8枚とか。行こう。行こう。ちょっと。マンガすげー。はよー。あと山田送球がやばい。よし。よし。よし。あらめきいこう。最後ハンバーグ。さあ行こう。イエイ。そこだ。本番。あーそれ。よー。止まる。動きが。はい。あんただよ、もうお前取り気がするよ、お前さっきなあ。あっ、やば、届いてる。来た、来た。あっ、やば、届いてる。来た、来た。というわけで今回はですね、こちらのディオさんの、オーダーグローブを使ってノックをしてみました。いや、いいわ。デザインも本当にこうおしゃれだし、使用感もすごい良かったし、ちょっとこれ、ね、内野やるときに使っていこうと思いますので、ディオさんの、インスタや YouTube 各、SNS、動画概要欄に載せますのでチェックよろしくお願いします。そして値段に関しましてはディオさんと交渉というか、まあ、お話をして、まあ、決まると思うので、ぜひとも連絡をしてみてください。はい、はい、でチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。